はい、どうもこんにちは、くにです。今回は、レジェンズ最強パーティーランキング、やっていこうと思います。毎回話してますが、あくまでね、個人的な意見を多く含んでるんで、参考程度にお願いします。で、まあ、リーダー機能のね、実装によってね、もう編成がもう無限にある状況なんで、まあ、今回ね、紹介する編成の組み方だったり、フラグメントだったり、まあ、代用キャラクターだったりはね、あくまで、参考程度にお願いします。一応代用キャラクターがゴッドと S で、分けてるんですが、ゴッドのまあ、キャラクターが、まあ、代用としてはめちゃくちゃおすすめなキャラクターで、 S はまあ妥協キャラにはなってくるけど、まあ、全然ありなキャラクターで、その下にはね、アビリティ枠でも、おすすめなキャラクターも、乗っけてます。で、好評だったらね、またリミテッドとかウルトラが来るたびにこのような最強パーティーランキング更新しようと思いますので、ぜひね、コメントだったり、チャンネル登録、高評価くださると嬉しいです。あの、コロナでめちゃくちゃ喉痛い中ね、撮ってるんで、ぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。ということで、やっていきましょう。はい、ということで、今回のランキングはね、8位から紹介していくんですが、まず第8位が、再生パーティーになります。まあ、純粋ブーとオレコロがね、まあ、強いパーティーになるんですが、まあ、やっぱりね、赤のぶっ壊れベジットブルーが来てしまったということで、かなり立ち回りはまあ、しにくくなったんじゃないかなっていうところが気になるけど、まあ、上手い人が使えば全然戦えるパーティーなのかなとは思いますね。で、まあ、それとかね、リーダー枠で、まあ、それこそベジットブルーだったりヒット17号なんかピン刺ししてあげればね、普通に環境最上位クラスのね、編成にはなってくると思うんで、まあ、まだやれるんじゃないかなと思います。うん、ということで第8位が再生パーティーになります。はい、ということで第7位が、紫染めのサイヤ人パーティーになりますね。まあ、ちょっと合体戦士パーティーとほぼ似てるんですが、まあ、アビリティ枠とかが、まあ、結構違っては来てるんで、一応別のパーティーとしてね、紹介させていただくんですが、まあ、そうね、基本的には紫2枚、ゴクフリとゴジブル入れて、リーダーにね、まあ、強い赤属性入れるのがいいんじゃないかなって感じの編成になってるかな。うん。で、まあ、そうね、まあ、このパーティーはやっぱりね、全開アビリティがね、ゴクフリとゴジブルにね、それぞれ3枚かけるこことができるということで、アビノノリはマジで全パーティー中最強クラスなんじゃないかなと思いますね。うん。で、まあ、しっかり紫の苦手な、ね、黄色に対しても、もうぶっ壊れのベジットブルで対応できると。で、環境最強クラスのゴクフリとベジブルが両方使えるっていうね、もうめちゃめちゃね、キャラパワー高い編成となっています。まあ、この編成も結構 PVP で当たるかなと思います。ということで、第7位が紫染めのサイヤ人パーティーになります。はい、続いてが第6位が、悪の系譜パーティーになります。いや、ウルトラベジットブルー来る前はね、かなり環境で、まあ、大暴れしてた、もうかなり一番見たパーティーなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、やっぱりベジブルの登場によって地面がちょっときつくなったっていうのと、あとはやっぱカウンター振り向こう必殺と究極がね、もうこのパーティーじゃちょっと受けにくいっていうのがね、まあ、若干きついんですが、やっぱりね、それでも全開3枚と軽油が乗ったゴクフリが本当にね、もう全パーティー中最強のね、ポテンシャルを秘めてるということで、まあ、さすがにね、まあ、未だに環境最上位クラスのパーティーになるんじゃないかなと思います。で、まあ、リーダーにね、ベジブル入れてもいいし、まあ、ブーだったりガンマだったりもありだし、まあ、全然ね、未だに戦えるパーティーではあると思いますね。まあ、アビリティ要因、全開アビ役も、一応レジェンズある程度やり込んでる人だったらね、まあ、そこそこ簡単に作れるのかなっていうところもあるので、あとは、やっぱり、ゴクフリガシャ引いた人だったらね、めちゃくちゃ組みやすい編成なんでね、コスパも含めて、まあ、めちゃめちゃ優秀なパーティーですね。ということで、第6位が、悪の系譜パーティーになります。はい、続いて第5位が、劇場版編パーティーになります。まあ、このパーティーはやっぱりね、オレコロとガンマっていうね、まあ、5周年第2弾の目玉キャラクター、2体ともが使えるね、強い編成になるんですが、まあ、若干きついのはやっぱりベジットブルー問題だね。青属性一応ビーストが使えるんですけど、さすがにね、ビーストじゃベジブル完全に抑えるのはもうきつすぎるんで、まあ、そこがちょっときついところはあるんですがね、まあ、どうしてもそういう方はもうリーダーに17号入れたりとか、まあ、逆にこっちもね、ベジブルだったりヒット採用してね、もうゴリゴリでいくとか、そういう選択肢も取れるし、何よりやっぱり復活が入れれるっていうのが本当に強いね。まあ、安定感めちゃめちゃ上がると思うんで、本当に上手い人が使えばめちゃめちゃ強力なパーティーなのかなと思いますね。うん。まあ、アビリティ要因とかね、バトルメンバー、選出メンバーも結構ね、豊富なんで、まあ、全然ね、今でも戦えるというか、まあ、めちゃくちゃ強いパーティーなのかなと思います。で、こっから第4位に発表なるんですが、もう正直ね、第4位以降のね、パーティーはもうね、どれも1位にしてもいいぐらいのね、スペック持ってて、もう正直順位付けが本当に難しかったので、まあ、こっからのパーティーはもうすべて1位ということでね、紹介させていただきます。ということで、1位紹介していこうと思います。はい、1つ目の1位のパーティーが合体戦士パーティーになりますね。いやー、このパーティーは本当に今環境でめちゃくちゃ増えてるパーティーなんですが、
まあ、さっきの紫染めともう本当に編成自体はめちゃくちゃ似てるんですけどね。うん。まあ、こちらもね、すごい強力というか、まあ、こっちの方がやっぱり多く見るんで1位にしましたね。うん。やっぱり、極振りでね、しっかりと敵のね、ライジング牽制もできつつ、もうキャラパワーの高い3人で戦うことができるっていうのが何よりやばいね。まあ、前回も乗りまくってるし、もうウルトラキャラも2枚採用してるということで、もうめちゃめちゃ、もう最強クラスのパーティーだと思います。うん。ただなんか、受けがちょっとね、安定しない感があるんで、うん、そこがちょっと気になるかなってところですね。うん。リーダーに17個とか入れた方がね、安定する可能性はあるんでね。まあ、ちょっと耐久に寄せたいよって方は、17号採用するのも全然ありなんじゃないかなと思いますね。ということで、一つ目の1位のパーティーが、合体戦士パーティーになります。はい、続いての1位のパーティーが人造人間パーティーになります。いやー、これ前も動画で話しましたけどね、マジで環境にぶっ刺さってますね。このね、ぶっ壊れの青と黄色がね、2枚使えるっていうね、編成が、マジでね、環境のベジットブルーと、ゴクリにぶっ刺さってて、もう超強力ですね。もう体力もね、2枚詰めるんで、もうしっかりとその2体を受け切ることもできつつの、コアブレイカーでね、もう本当にね、ありえないぐらいの火力も出せると、うん、いうことで、もうめちゃめちゃ強力なパーティーになってますね。まあ、マゼンタのね、落ちバフも、強力だし、セルマックスのね、ダメージと回復デバフなんかもね、もうシャレにならないぐらいね、強いんで、まあ、本当にね、強いパーティーかなと思います。まあ、唯一の欠点は、アーマー間違いないところですかね。まあ、だとしても17個の場2回復とかもあるんで、しっかりうまくね、立ち回れば、全然ね、環境最上位クラスのね、パーティーなのかなと思います。ということで、人造人間パーティーでした。はい、続いての1位のパーティーが、宇宙代表パーティーになります。いや、このパーティーもやっぱりベジブルが登場してからかなりね、数は減ったんですが、それでもやっぱりクソ強いね。やっぱりヒットっていうね、もう最強キャラがね、もう最大限、効力を発揮して使うことができるっていうのもあるし、まあ、ゴクリももちろん使えるし、復活身勝手なんかもいるし、まあ、ちょっとね、数は減りましたが、ジレンなんかもまだ強力だしね。うん。で、まあ、ちょっと代用キャラクターにもなってくるんですけど、5周年第1弾のね、キャウェイだったり、カーセラだったり、まあ、使おうと思えば使えるキャラクターも結構多いしね、もう本当にね、優秀なパーティーなのかなと思いますね。うん。で、まあ、リーダー枠にね、強力な最近のキャラクターなんか入れてもね、使えるしで、うん、マジで強いし、特に強いのがやっぱりフラグメントね、もう強いの多すぎて何つけるかね、本当に迷うぐらいのね、種類あるんで、まあ、そういったところもあってね、もう本当に強力なパーティーなのには間違いないですね。もうとりあえずヒットね、まだ、凸ある方はね、全然このパーティーで戦っていけると思うんでね、うん、マジでね、最強クラスに強いパーティーだと思います。もうヒット使えばベジブルもね、余裕のワンパンなんで。はい。そして最後の1位が未来パーティーになります。今、環境で一番見るんじゃないかな未来パーティーが。うん。まあ、特に上3体の並びですね。ゴクリとウルトラベジブルとホープソー。一応まあ、見栄え的にね、ロゼ入れてるんですけど、まあ、ロゼは正直ね、もう抜いて、全開アビアク入れた方がね、強いと思いますが、まあ、それでもロゼ採用してるね、方もいるんで、一応、紹介していくんですけど、まあ、このパーティーやっぱ安定感が半端ないし、もうパワーも出るしで、ちょっとずるいね。うん。まあ、ベジブルのね、火力もそうだし、極振りもいるんで、ライジング牽制しやすいし、まあ、ホップソの踏ん張りがね、極振り倒せることによって、まあ、実質ね、貫通ライジングをね、受け切ることができるっていう、もうとんでもないね、本当に隙のないパーティーですね。もう全パーティーの中で一番隙のないパーティーなんじゃないかなと思いますね。うん、で、単体性能も強いし、こちらもね、フラグメントめちゃくちゃ強いのを本当に揃いまくってるんで、もうこのパーティーはめちゃめちゃ強力ですね。で、リーダー枠とかにね、いろんなキャラピン刺ししてね、全然戦えるあれもあるし、うん。まあ、ホップソ作れないよって方は最悪ね、青ザマスも全然ベジブル受けとして使えるんでね、しかも踏ん張りなんで、極振りのね、極振りで貫通ライジングをね、しっかりと消去してくれて、踏ん張りでライジング受けることもできるんで、一応ホップソない方はザマスでもね、代用できるんで、うん。まあ、組める方はね、ぜひこの形でね、ベジブル使ってもらいたいなと思いますね。はい、ということで、最強パーティーランキングトップ8紹介しました。こっからはね、一応知り合いの方がね、ゴッド隊で、パーティーの使用率と、選出キャラクターのね、使用率ランキングをね、作ってくれてるんで、軽く紹介して終わろうと思います。はい、ということで、ゴッド隊のね、まずバトルメンバー選出キャラランキングですね。まず第1位がウルトラベジットブルー。これ100戦やってもらったんですけど、100戦中71試合ね、ベジブルが出てきたみたいです。もうやばいね。うん。で、ゴククリがね、まあ、ギリギリ2位ですけど 68%。で、3位がホープソードで 25%。4位が、ウーゴジブルで 23% と。まあ、やっぱり上2体が頭抜けてますね。うん。うん、本当にめちゃめちゃ強いし、まあ、下2人もめちゃくちゃ強いんでね。まあ、すごいね。久しぶりにこんな、
覚醒キャラクターがね、上に上がってきたんじゃないかなっていうぐらい、評価されてるんでね、嬉しいですね。はい、最後にゴッド隊の、まあ、パーティーごとの使用率ランキングも統計取ってもらったんで、まあ、紹介するんですけど、まあ、1位が未来パーティーで、まあ、2位が合体戦士パーティー、まあ、未来って言ってもやっぱ極振りピン出しの未来が多かったりとか、合体にもね、極振りがピン出しされてることもあって、やっぱウルベジと極振りの採用率が高いのも納得ですね。で、代表も意外と 19% もいって、系譜もまだ、まあ、14%、ま、前よりはかなり下がってますけどね。で、紫サイヤ人造ってなっていますね。はい。まあ、こんな感じで一応ね、最強パーティーランキング作っていきました。まあ、最初に見た通り、あくまで、個人的な意見を含んだランキングなんでね、参考程度にお願いします。ちょっとね、今日、コロナで喉が痛い状態で頑張って動画撮ったんで、ぜひね、頑張ったなって思ってくれる方は、チャンネル登録、高評価、コメントだったりね、残してくれると嬉しいです。ということで、お疲れ様でした。